今日はこのベルトサンダーを使った西洋カンナの刃の研ぎ方についてご紹介したいと思います。これはスタンレーのナンバー4という西洋カンナですね。これの刃を今日は研ぎます。で、道具としてはこのベルトサンダーですね。これ日立の、100ミリ幅のものです。これは75ミリの幅のものでも構いませんし、中古品で購入したもので、そう高くなく購入することができます。それでこれで刃を研いでいくんですけども、このままだとちょっとグラグラするので、こういう台を作りました。これをベルトサンダーを乗せてグラグラしないように固定するためのものですね。これちょっと乗せてみますと、こんな感じですね。これで安定して使えると。で、これをどのようにして研ぐかですけど、このサンドペーパーはこれ鉄鋼用のものがこのマキタから売られてまして、400番までありますね。今取り付けられているのは320番の鉄鋼用のものですね。木工用と鉄鋼用と2種類あります。それで AA320 という鉄鋼用のものがついてます。カンナの刃を研ぐのに一般的に売られているこういう刃研ぎガイドですね、ホーニングガイド、これを使います。それでこういう銃具を作って、このガイドからの飛び出し量ですね、これを簡単に合わせることができるようにこういうジグを作ってます。この刃研ぎガイドにカンナの刃を取り付けてこうやって研ぐのですけど、この角度ですね、角度はこういうデジタル角度計で測ることができます。これ今現在この面が0度に0リセットして0度に設定してます。これで角度はですね 25.25 度に今なってますね。だいたい25度に合わせることができてます。このようにこういうジグを作っておけばですね、こういうこの刃研ぎガイドからの飛び出し量をですね簡単に決めることができるジグですね。こういうジグを作っております。それでは研いでいきましょう。トライアックですね。これブラシも、このベルトサンダーはブラシモーターで、誘導モーターじゃなくてブラシモーターですので、トライアックで回転数の調整ができます。それで刃物が焼けないようにフル回転で回さずに半分ぐらいの回転のところ で使います。こんなもんですね。それでは研いでいきます。これでだいたいもう刃がつきましたね。これで研ぎますと当然発熱しますので、
まあ、回転数落としてますのでそれほどひどい発熱じゃないんですけど、水を準備しておいて、まあ、つけて冷やします。もう今ぐらいで歯がつきますので研ぎ直しの場合は何て言いますか、水をちょっとつければもうすぐに温度が下がりますし、これぐらいだと発熱はそれほど高くならないですね。それからまあこれがここのついた鉄の粉を取るため の、 クリーナーですね。まあ、これは効果的で結構取れますね。それで、まあ、今このサンドペーパーで研ぎましたので、これの刃先についてどうなってるかちょっと顕微鏡写真を撮ってみたいと思います。今この刃先 の、 顕微鏡写真を撮ってるところです。まあ、光の当たり方によってうまく撮れたり撮れなかったりするんで何枚か撮ります。これはタイマーを使った方がうまくいくかもしれないですね。シャッターを押すとその押した力でカメラが動くので、まあ、このようにしてコンパクトデジタルカメラですけど顕微鏡写真が撮れます。刃の先端 の、 ベベル面 の、 上下に筋が入っているのが見えると思いますが、これは320番のサンドペーパーの塗料で擦られた筋ですね。まあ、320番だとやはりそれほど表面が滑らかじゃないということになります。この後この320番のサンドペーパーの筋を取るために、ホーニングしていきます。320番 の、 サンドペーパーで研いだ後のカンナの刃です。これで切れ味を試してみたいと思います。ちょっと切れませんね。これでシュッシュッと切れないといけないんですよ。切れません。だから刃の先が十分鋭くないということだと思います。これがグラインダーに取り付けたホーニングホイールですね。まあ通常の両刀グラインダーですね。これにここに高ナットを取り付けて、まあこちらの砥石は高ナットで締め付けて、さらに外側にMDF の板をボルトで高ナットにボルトで取り付けてます。まあこれでホーニングホイールが追加で取り付けることができますね。それで緑色 の、 一番粗いコンパウンドですね。この緑色の棒を使ってこの表面にコンパウンドを塗り付けます。はい、はい、これでコンパウンドがついているのが分かると思います。ここはまあ革ベルトを貼り付けてあってつなぎ目なんですけどちょっと修復してますけど、まあこんな感じで緑色のコンパウンドを塗り付けることができました。じゃあこれでカンナの刃をホーニングしていきます。で角度を角度を見て、まあ、ベベル面を今研ぎましたけどかなり鋭くなりました。
それで裏側も研いでおきます。これでホーニング完了ですね。その320番のサンドペーパーで研いだ後ホーニングするだけで、いずれもモーターを使ってますので早く仕上げることができます。それでこれはホーニングについてはほとんど発熱しないですね。生温かい程度ですね。刃物焼きの心配はサンドペーパーの方が強いんですけども、一応これでホーニング完了で研ぎ終わりということになります。ホーニングした後のディスク の面ですけども、先ほどはここにありますように緑色 のホーニングコンパウンドの色だったんですけど、こちらは黒くなってます。これはカンナの刃の鉄が削られてこの表面に付着したものですね。これは削ぎ落としてまた新しいコンパウンドを塗るということになります。はい、それでは切れ味を試してみたいと思います。非常によく切れますね。ホーニングの後また写真を撮ってます。顕微鏡写真ですね。これを見る限り先ほどの320番の筋が完全じゃないですけど筋がある程度滑らかになっているというのが分かりますね。ホーニング前だと先ほどのように紙が切れませんけども、ホーニングをすると紙が切れるようになります。ですからこのホーニングが非常に重要だと思います、この刃研ぎでは。それではちょっと、カンナに刃を取り付けて削ってみたいと思います。こんなカンナの刃ですね。ちょっと刃をへこませてみましょう。もう少し。さらに薄いカンナくずが出てきました。これでベルトサンダーを使ったカンナの刃の研ぎについて、動画を終わります。この研ぎ方の特徴は早く簡単に、研げると、いうことです。最後までご覧になっていただきありがとうございました。